ケイスタ学園をご覧の皆さん、こんにちは。ケイスタ学園新入生の池丸庵です。私はテレビが初めてのお仕事でとても緊張していて、こういうキラキラした制服を着れるのがとても楽しみで、すごく、番組に出れるのがすごく嬉しいです。はい、私が今ハマっているのは韓国での Vlog を見ることにすごくハマっていて、もし韓国にまた行く機会があればそこを巡りたいなと思っています。古谷学園長と斉藤先生については、私は古谷さんとは何度かお会いしていて、以前ファンミーティングでも司会をしてくださっていて、もうお父さんみたいな、親戚のおじさんみたいな感じでいつも可愛がってもらっています。斉藤先生は今日は初めて会うんですけど、第一印象は、やっぱり面白い方なのかなと思っています。はい、ケイスタ学園をご覧の皆さん、初めての出演でとても緊張しているんですけど、温かく見守っていてください。お楽しみに。